ジョセフ・マッケイブラウンジョセフ・マッケイブラウンはアメリカ合衆国の政治家でレオ・フランクへの臨時の黒幕の一人。ブラウンは第59代ジョージア州知事を1909年から1910年にかけて務め、後に1912年から1913年にかけてサイド州知事を務めた。ブラウンはジョージア州関東に南北戦争当時のジョージア州知事ジョセフ・イ、e ・ブラウンの 息子として生まれた。家族は父と同盟であったブラウンをリトル・ジョー・ブラウンと呼んでいた。オーグルソープ大学ではキファイフラタニティの一員であり、1872年に同大学を卒業した後はしばらくハーバード大学ロースクールで法律を学んだが健康上の理由で中退した。その後、兄がジョージア州で開業していた法律事務所で実務を学び、 1873年に弁護士資格を得たが資格に障害を得て実際にホームに着くことはなかった。その後さらにアトランタのビジネスカレッジに学びウェスタンアトランティック鉄道の事務職員になった。鉄道会社に在職している間、ブラウンは1889年に運行管理責任者の地位まで昇進し、同年コーラアニーマッコードと結婚した。ブラウンは 鉄道会社に20年以上在職し、その間に南北戦争当時のウェスタンアトランティック鉄道に関する記録であるザ・マウンテン・キャンペーンズ・イン・ジョージアと小説アスタイノックスの2冊の著書を交換した。1904年、ブラウンは当時のジョージア州知事ジョセフ・エムテレルからジョージア州鉄道委員会の委員に任命された。この任命は1907年に新しく、 知事となったホークスミスによって取り消されたが、これは旅客運賃をめぐって引き下げを求めた新知事の意向に対してブラウンが合意しなかったためであった。ブラウンはこれに対する報復として1908年の州知事選挙に自ら対立候補として出馬し、民主党の予備選挙でスミスを破って勝利を収めた。その後、1910年の州知事選挙では、 民主党の予備選挙においても、またブラウンが無所属候補として出馬した本選挙でも、スミスが勝利を収めた。スミスは、任期の2期目を全うする前に、アレクサンダー・エス・クレイの死去によって空席となった連邦上院の議席を得るため州知事を辞職し、その後の選挙において、ブラウンは無投票で、スミスの残り任期を務める州知事に返り咲いた。 知事在職中のブラウンは、禁止政策の推進と修正の減税に取り組み、また自動車登録や、運転免許の制度化を進めた。また、鉄道委員会の権限は縮小され、労働組合への規制は強化された。1914年、ブラウンは、上院の議席をめぐって再び、スミスと選挙で競い、スミスが選挙に勝って再選された。この最後の選挙の前後、 バプテストであったブラウンは1913年に起きた殺人事件の被疑者となっていたユダヤ人レオ・フランクをめぐって新聞に反ユダヤ感情を煽るような気候を何件か行った。死去後、ブラウンは1915年に起こったレオ・フランクへのリンチによる殺害に関して黒幕の一人であったと考えられるようになった。スミスに敗れた上院議員選挙の後、ブラウンは 政界から引退し、ジョージア州マリエッタへ定住し、マリエッタファーストナショナル銀行の支配人、副社長を務めた。また、マリエッタのチェロキー工場を所有し、経営していた。ブラウンは、1932年にマリエッタで死去し、アトランタの歴史的な墓地である、オークランド墓地に埋葬された。数え方によっては、何代であるかは異なり、ナショナルガバナーズアソシエーションは、 第44代、ザニュー、ジョージアエンサイクロペディアは、第65代としている。ABCDEFG、ジョージアガバナー・ヨゼフ・マッキー・ブラウン。ナショナル・ガバナーズ・アソシエーション、2014年2月10日、閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQ、ガバメントポリティクス、ガバナーズ・オブ・ジョージア、ヨゼフ・ M ・ブラウン。ザニュー、 ジョージア・インサイクロペディア2014年2月10日閲覧ありがとうございます。